ガクトのゲームガメセンタル、ちょっと気分転換にグラフィッククラシックとかでやってみますか。大丈夫です却下されたもうね、そういうのはね、いいんです。それはいいですか、はい、もうクリアだけを目的に頑張りますから、はい、かりました。黙っててください、本当に余計なことをやめてください、本当にミスタースペランカーだからさ。ミスタースペランカー頑張らないとまたボロカス言われるからさあ、あっという間に一回セーブした方がいいですかね。え、多分これで一個一個上げてったので前は。わあ、あ、怖い怖い、そんなにジャンプはできなかった。これなんか ありそうじゃない、なんかあるんですかね。なんもない、なんもない、ほんとなんもない、なんもないと思います。本当に、はい、あったあったあったー、みたいな、その顔その顔その顔今の嘘つき嘘つき発見いやー、ほんとさ、人生ってさ、やっぱ他人に任せちゃダメだったってよく分かったよ。この後です。ほら違うじゃん。いやいやいや、違うじゃん、どう考えたって違うじゃん。シュッシュって、いや、プシュってプシュって全然違うじゃん。シュッシュっていつも絶対いけなかった、今のは絶対いけなかった。マジっすか、いけなかった、絶対いけなかった、タイミングがずれてた。ちょっと黙ってます、静かに黙ってます。まあ見ててみろ、あっという間に17秒クリアしてやるから。あ、本当ですか、すごいです。なんかお前ムカつくな。この野郎。いやでもバカにしてんなお前。いや急がば回るだな、本当に。人生ってこういうもんだよな。そうですね。まあバカにしてるだろ。いやいや、まあ、バカにしてないですよ。僕もそっち派ですよ。どっち派だよ。急がば回れ派です。嘘つけよお前。本当ですよ。お前の言葉には真実味がないんだよ。よし、ステージ13。上まで行ったら何かアイテムがあるのかな。いやー、どうでしょうか。ほんと適当なやつだね。いやいやいや、責任感がないこと言えないですかね。あ、ありましたね。なんだお前は一体、お前は一体何なんだお前は。覚えてないですもんこれ。腹立つなぁ。あー、ダメだ、本当にイラッとしてる。やばいぜ。ちょっとダメだ、巧みにペースを乱されてる。怖え、気をつけよう。怖え、なんかあんのかな。あ、しまった、やばいやばいやばい。あ、あった。あー、ここにもある、すごい。点々。さあ次の面に。よし、今は7期だから許しとこう。14、23の一番苦戦してたこの面です。だからなんでそれぐらいのレベルで死ぬんだお前は。イラッとする。もうなんで海外まで来てこんなに苦労しなきゃいけないんだ。ああ、もうちょっと。おい、すごい。あー、もうバタバタした、兄さんがバタバタした、そしてやめた。あー、しくしょ、絶対諦めないでしょ。あー、失敗した、作戦も正しかったのに。あーあああバタバタ出た。ゴール手前のバタバタが。なんなんだよ、ちょっとクリアさせてくれよ。ああ痛い、あ痛い、ダイ来ない。ああ
イラッとする、イラッとする、ほんとイラッとする。なかなか厳しい人生です。お前が僕の人生を語るな。思いました失礼しました。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。